はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川ーーです。トルコリーラインのテクニカル分析を3分で解説します。2月28日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一目均衡表トレンドはありません。ストキャスティックス回シグナルが点灯ということで、はい、週足ベースは底堅く推移と考えております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目均衡表はトレンドレス状態、ストキャスティックス回シグナルが点灯ということで、冷やしベースは上目線と考えております。それではテクニカル分析と サポートレジスタンスをご紹介します。はい週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21週移動平均線下落しております週足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい週足ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということです。はいこちら週足の一目金行表です形状から言いますとトレンドですということです。 はい、こちら、冷足のボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21日、移動平均線上昇しております。冷足のボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中。冷足のストキャスティックス、開始シグナルが点灯ということです。はい、最後、こちら、冷足の一目均衡表です。形状から言いますとトレンドですということです。はい、それでは2月28日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。はい、まずはサポートラインです。 はい7.00レベル、7.00レベルと考えております、続きましてレジスタンスラインですね、レジスタンスラインは7.40レベル、7.40レベルと考えております。 はい、2月28日までの予想レンジ、7.00レベルから7.40レベルということです。はい、まずはチャート形状から、はい、週足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中、冷やしのボリンジャーバンドは上昇トレンド進行中、さらに週足冷やしのストーキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、トルコリラ円ンですね、2月28日までの見通しなんですけども、チャート形状的には底堅く推いと考えております。トルコリラ円ン2月28日までの見通しは チャート形状的には底堅く推移と考えております。ポイントです、23日トルコ中銀政策金利発表大幅利下げ、警戒ということで、はい、6日には発生しましたトルコの大地震による経済的打撃を最小限にするため23日のトルコ中銀政策金利では、えー、っと大幅利下げを警戒ということで、はい、市場予想はです、ね、100ベースポイントの利下げなんですけれども。 はい、こちらですね。はい、えっ、ー、と、情報ベンダーロイターの調査によりますと。エコノミスト十七名のうち、九名が利下げを予想、八名がつい先に据え置きと見込んでおります。ただですね、利下げ予想の最大幅は二百ベースポイントということなんで。はい、現在市場予想は百ベースポイント一パーセントなんですけども。さらに、あの利下げ幅を深掘りする可能性もあります。結果を受けました。マーケット大荒れになる可能性もあります。お取引をされる際には。 十分ご注意くださいということです、はい、こちら右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ですがいドットコムではチームハロンズの YouTube 視聴者向け口座開設キャンペーンを行っております詳細は、えー、概要欄のリンクより先のページにてご確認ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります